祈るのよ、キルヤ。こうやってね。もっと心を込めて。できるでしょ。お母さんのやり方をちゃんと覚えるの。なんなのその目つき。本当、あんたってわかんない。何が嫌なの。あんたのためを思って教えてあげてるのに。ごめんなさい。あのね、キルヤ、お母さんはね、これまでたくさんたくさん祈ってきたわ。あんたが生まれる時も、あんたが寝たきりになってる時も、本当にたくさん。お母さんの人生散々だったけど、でもいい加減祈りが通じてくれても報われてもいいと思うのよ。だってこんなに何もかもありったけつぎ込んできたんだから。もう報われてくれなきゃ世の中間違ってるわ。そうでしょ。はい。何度も言ってるけどね、神様はね、私たちをいつも見てくれてるの。いつも。だからね、お祈りを手抜きなんかしちゃダメなの。あとちょっとで報われるはずなのに。もしここで手抜きをして神様に見捨てられてしまったら、これまで費やしたものが全部ダメになっちゃうのよ。だからお母さんと一緒に祈りなさい。真剣に、もっと心を込めて。あんたがどうしようもないバカなのは知ってるから、せめてバカらしく一心不乱に祈りなさいよ。ああ、教父様、どうかどうかもう一度私たちに救いと導きを。教父。そうよ、あの方はあんたたちなんかよりずっと価値のある方だったのに。なのにあんたたちがゲームから目を覚ますのと引き換えみたいに、今度は恐怖様がお隠れになってしまって。あんたがもっと早く目覚めてたら、きっとこんなことには。どうせならあんたが他の昏睡者たちより少しでも早く目覚めれば、私の祈りが本物だって証明になったかもしれないのに。ああ、もうこの人はいつもこうだ。なんだかんだ言って結局自分のことばっかり。気持ち悪い、気持ち悪い、吐きそう。でも今は耐えなくちゃ。だってまったく、本当にあんたって子はどうしようもないんだから。でも懲役とか言うのから目を覚ましてからのあんたは、どういう理由か知らないけど、ほんのちょっとだけ前よりマシになったかもしれないわね。なんとか言いなさいよ。褒めてるのよ。あんたがしっかり心を入れ替えたってなら、何か言いたいことがあればお母さん聞いてあげるから。それならお願いがあるの。お願いします。どうかどうか私の耳を返してください。あ、あれは絆なの。私の大事な大事な、私を見てくれる人からもらった
私の大事な人たちとつながるための。だからあれがないと私、お願い耳を返して。全部全部私が悪かったから。これからは何でも言うこと聞きますから。だからだから。そうそうなの、ヒルヤ。残念でした。あんなゴミ、あんたが目覚めたその日のうちに金槌で粉々になるまで砕いて川に捨ててやったわよ。ざまあみろだわ。大方バイト代を無駄遣いしてこっそり買ってたんでしょうけど、悪いものを一つこの世から消せてほんのちょっとだけせいせいしたわ。っていうかあんたやっぱり頭おかしいんじゃないの。半年もゲーム付けになってまだ遊びたいっての。ほんとふざけんじゃないわよ。それにね、何でも言うこと聞きますですって。子供が親の言うことを聞くのは当たり前でしょ、このバカ。そんなこともわからないからバカなのよ、バカ娘。ほんと信じらんない。いい加減にしないと殺すわよ。最低、もう吐きそうだわ。こんなのに私の人生めちゃめちゃにされた。そんな耳がない。私のすっごい大事な大事なものなのに。あれがなきゃあいつらともう会えないのに。何よこれ、悪夢？こんなひどいことって本当に起きていいの？これが現実。私の桃地キルヤの現実なんだ。今までのが本当に全部夢で、絆とか約束とか全部幻なら、もう夢を見たまま幸せなまま終わっちゃいたかったな。話は後です。一緒に来てください、キャルちゃん。はぁ、そんないきなり。いきなり何言ってるの。ダメに決まってるでしょ。私の娘を誘拐するつもりなの。そもそも誰なのよあんたたち。窓も壊して警察を呼ぶわよ。いいですよ、警察にはもう追われちゃってますので。さあキャルちゃん、早くコッコロちゃんたちも迎えに行かなくちゃですから。まったく、もうあんたたちはしょうがないわね。あんたたちは私がいなけりゃ何にもできないんだから。待ちなさい待ちなさい、キルヤ。お母さん置いてくの？お祈りはどうするの？あなたにはこれでも一応感謝してる。でも私の手はお祈りなんかするためについてるんじゃない。こいつらは私が苦しい時に、助けてほしい時に、諦めそうになっちゃう時に必ず私の手を取ってくれる。だから私はこの手を離さない。諦めてなんかやらない。そのために私の手はついてるの。行くわよあんた、ペコリーヌ。
ダメ。なんでお母さんの言うこと聞けないの。ミルヤ、そうだ、前に決めたんだ。私、過去も呪いも、ついでにヘドロみたいにへばりついてくるあの人も、全部全部振り切って私の人生駆け抜けてやるんだから。もう走れないです。みっともないとこ見られちゃったわね。また言ったでしょ、あんな親でさ、育ちの悪い娘にはクソみたいな毒親がついてるってわけ。キャラちゃん、リアルのキャラちゃんです。ちょ、ひっつくな、オリーヌ！って言いたいとこだけど、今日は特別にちょっとだけ許してあげる。助けてもらった分くらいは。ん？やっぱりこっちじゃいつもの獣耳はないんですね。しょうがないので、こっちのもっちりした耳たぶで我慢します。バカ、やめろ。国際警察？何よそれ。てか、そんなもんに追われてよく無事だったわね、あんたたち。本当大変だったんです。あの時はもうダメかもって思ったんですけど。ロランド捜査官、命令通り包囲と人払い完了しました。ご苦労様です。護送車は現着です。経路の確保も指示通りに。こんなに人が完璧に囲まれちゃってます。ではご同行を願う。ユースティアナ元王女、そしてモサクジアキラの少年。ダメ、ダメですよ。一緒って言ったじゃないですか。カッコつけたくなる気持ちはわかるが、そいつは無理ってもんだ、少年。せめて檻の中ではできるだけ一緒にしてやるから。ロランド捜査官、平気っす。ただ目に星が。違う、今のは王女たちの尾行用に飛ばしてた小型ドローン、オートコントロールだってのに、狙ったようにこっちにぶつかってくるなんて。おい、なんで車を動かしてんだよ。まだターゲットを乗せてないんだぞ。バンの自動操縦が勝手に。捜査官、携帯が、いや、耳も無線も電子機器がいきなり全部動かないです。軍の正式採用レベルでシーリングされてる俺のデバイスまで固まっちまってるんだと。ハッキング、ここまでできるやつはそう何人も。蛇の道は蛇ってね。え？は？今どっから声が。そこだ、そこのぬいぐるみからだ。ぬいぐるみ？お、これっておまるさんのペットの小さなドラゴンちゃん？ファイヤー！あちゃ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 ！
めんごめん、ヘビじゃなくてドラゴンでした。だから炎も吐けちゃうんだな、これが。チッ、フレイムスローは内蔵型ドローンか。セルフバックアップのおかげでロストだけは避けられた感じかな。まあちょっと厄介な状況にはなっちゃってるけどね。おかげで気軽にお外の空気を吸うことも無理なんだ。せっかく生の君をギューってできるチャンスなのに悲しいよ。でも助かりました。ありがとうございます、誉さん。お礼を言われるのはまだ早いかな。部下はともかく、あのマッチョゴリラさんはそこら辺のチンピラの千倍は厄介だからね。だからほら、ここは誉れお姉さんインラーゴくんに任せて、逃げて逃げて、36系なんとやらってね。もう目的を忘れちゃダメだよ。桃地キルヤちゃんの情報、私も持ってないわけじゃないけど、多分放っておいてもどこかから連絡が来るだろうからね。え、ほら急いで急いで。今は退路を残してるけど、もうすぐそっちにも炎が回っちゃうよ。わかりました、すみません、お言葉に甘えさせてもらいます。このお礼は君の体で、たっぷりアシスタントのバイトしてもらうからね。そうそう、こういうの漫画とかだと、ここは俺に任せて先に行けって言うんだよ。知ってる？当の誉れか。あんたも一応重要参考人の一人だ。そのドローンを解析したら本体や手がかりになるか。さあ、でも悪いけどあなたには無理だと思うな。いろんな意味でね。捕獲する。っていう感じだったんです。誉れさんのことですから、きっとどうにかしてると思うんですが。なるほどね。エリスにやられてロストしちゃってたかと思ったけど、相変わらず食えないやつね。でもまあ生きてるならよかったわ。喜ぶやつもいるだろうし。そうですね、誉れさんみたいに自力でなんとかはならなくても、ひょっとしたらロストした人だって助けられるかもしれません。そうね。それじゃあコロスケ探しに出発よ。ついでにラビリスタの居所が分かんないんだったら、あいつの親父に事情を聞くのが一番だわ。ほら早く。私ももう走りすぎてお腹ペコペコです。まずはどこかでご飯にしましょう。うん、うわキャラちゃん、私また財布ないわ。てか準備どころじゃなかったし。ありがとう。でも今はそれでいいけどさ、そのうちまた食べたいわね。あっちでしか食べられない美味しい料理、トゥンヌスとか。はい、キャルちゃんの大好きな魔物料理ですね。ほら、もう何言ってんのよアホリール。でもまあそれもいいかもね、みんなで一緒なら。さあ、ジオテオゴニアを出発した私たちを待っていたのは、とっても強い魔物たちと燃え盛る世界でした。次回プリンセスコネクトリダイブ第
第3部5章、ジオゲヘナと廉価の不死鳥。もう一度君とつながる物語。あなたがこの世界のプリンセス？依頼されていた魔物退治、無事に終わりました。魔物よけの仕掛けも置いておいたので、しばらくは安全なはずです。いや助かった。これでメカの開発に専念できるようになったわい。感謝感謝じゃのう。では何が良いかの。そっちの緑の子は弓使いのようじゃの。ならば報酬は新型超ド級ド級か、弦を超強く弾けるパワーアームか。そうじゃ、いっそのこと目ん玉を超スコープに。はしゃー、 なんで私に近寄ってくるんです。あらあら、とっても強そうだけど、葵ちゃんは改造できませんよ。でも一つお願いを聞いてもらえませんか。ミサト先生、こっちの魔物は全部片付けたよ。葵ちゃんも一緒なのだ。初音ちゃん、葵ちゃん、お疲れ様。こっちも終わったところよ。二人とも怪我はないかしら。はい、お菓子の物陰からバッチリ狙撃したので、住人の皆さんにも姿は見られていません。さすが葵ちゃんね。だけど住人の皆さんからは隠れなくてもいいのよ。それと初音ちゃん、お昼寝しなくて大丈夫かしら。初音ちゃんはもうふもふの人のお腹でちょっとだけ昼寝させてもらったのだ。気持ちよかった。だけどね、モフモフさんたちも一緒にお昼寝しようって誘ったら、魔物が怖いから見張ってるって言うんだよね。一緒にゆっくりお昼寝できたらいいのにな。みんな魔物さんが怖いのね。エルフの森の子供たちもしてるみたいに、上手に逃げる方法を教えてあげられたら。そっか、魔物から身を守る方法を教わる講習会だね。前に葵ちゃんがやったキャンプ講習と同じだよね。こっちの世界でもできそうかも。美里先生、ナイスアイデア。早速準備しようよ。みんなのお昼寝タイムのために、レッツゴー。ってことで、ライラエルさんに相談して町のみんなのためにイベントを開くことになったんだ。魔物さんから身を守れるよう、いろいろな方法を教えてあげたいんです。そうすれば不安も和らぐと思いますから。なるほど、うまいことを考えるの。そこでわしの発明品の出番というわけじゃな。よし、一肌脱いでやるぞ。ありがとうございます、ポポおじいさん。ポポおじいさんには魔物さん役のお人形を。それならこいつが持ってこいじゃな。魔物を一撃でゲヘナの彼方まで吹っ飛ばす超ウルトラハンマーじゃ。出力は今までで最大級。いいか、よく見ておれ。ここをこうしてこうするとじゃな。あらあらあら、爆発しちゃったわね。ちっと想定と違ったが、この爆発ならどんな敵でもイチコロじゃわい。どうじゃ、対魔物兵器としてなかなかのもんじゃろ。そうじゃなくて、魔物から逃げる練習をするためのハリボテ人形をお願いしたいんです。それに爆発とか危ないですから。せっかくのお披露目の機会だと思ったんじゃがな。仕方ないの。とはいえ
一度は引き受けることを約束したんで。安心せ、ちゃんとハリボテ人形を用意してやるぞい。ありがとうございます、ポポおじいさん。それじゃあ、私たちは会場の準備を始めましょう。広場の真ん中で子供たちにお話をしてから、魔物さん人形が隠れてる茂みの方に行ってもらいましょうか。私はお手本を見せるから、初音ちゃんに誘導をお願いするわね。了解。ここから先は初音ちゃんが子供たちを誘導するね。葵ちゃんはポッポおじいさんと一緒に魔物人形を動かしつつ、みんなに魔物が出たことを知らせる係をしてほしいな。ピャイ、私がですか？重要な仕事ですね。不祥ビビダの葵、そのお役目頑張って務めます。とはいえ、一体どうしたものでしょう。ポポおじいさんが魔物を完成させるまでは、準備といってもできることは限られてるしね。マイフレンド君、マイフレンド君を魔物に見立ててみんなに危険を知らせる練習でもするとか。ちゃんとセリフを考えておかないと、頭が沸騰していざって時に声が出ないと困りますよね。おお、なんじゃその小型ロボは。お前が作ったのかな。なんと素晴らしい造形美じゃ。素朴な素材にこだわりのディテール、しかして溢れ出すオーラ、作り手の熱意が伝わってくるようじゃ。どれ、もっとよく見せておくれ。ちょっと待ったの待ったろ。あ、じゃなくてちょっと待ってください。いきなり何なんです。唐突な至近距離と友達の誘拐のダブルパンチはさすがにコブですったら。おお、すまんの、驚かせたか。その人形が気になってしまっての。これはお前の友達なんじゃな。そうですけど、何がそんなに気になったんですか。いや、一目見てビビッときたんじゃよ。この人形の作り手にはわしと同じものが宿っているようじゃとな。嬉しいの、こんなところで同志に出会えるとはの。同じもの、ボッチスピリットですか。違うわい。そうではなくて、何を犠牲にしても目標に向かう発明家の魂、すなわちフロンティアスピリットじゃ。誤解です。私にはそんな大層なものは宿ってないです。謙遜しなさんだ。まだお前が自分自身を分かってないだけのことや。してその人形、パワーアップさせるつもりはないかの。パワーアップ、特にないですけど。本当にそうか。よく考えてみるんじゃ。自覚はなくとも心の底では新たな力を求めているはずじゃ。お前もそのロボット人形自身も。え、マイフレンド君もですか。そうだったの、マイフレンド君。私全然知らなかった。耳を澄ましてみるんじゃ。聞こえるじゃろう、そいつの声が。もっと強力に、強靭に、強大になりたいと。パワーが欲しいと。パワー。声が小さいぞい。さあ、もっと大きい声でパワー。パワー。そうじゃ、もう一回パワー。これがマイフレンド君の望み。わしならその願い叶えてやれるぞ。預けてみる気はないかの。わかりました。それならお任せします。私の友達の願いを叶えてあげてください。任せろ。わしの発明でお前の相棒を最高の姿に仕上げてやろう。そして一緒に例の安全講習とやらを成功させようではないか。はい。
くれてありがとう。楽しい安全講習の時間だよ。魔物が出てきたとしても慌てず騒がず安全に逃げる技を教えるよ。美里先生のお話を聞いて練習してみよう。魔物さんも私たちを見て戸惑っているかもしれないわ。そういう時は大声を出したりするとかえって刺激してしまうの。だからね、びっくりさせないように静かにゆっくり離れましょうね。ドキドキして怖くなっちゃった時はあらあらって心の中で唱えてみてね。さん、はい。そんなので落ち着けるかな。あらあら、確かにちょっと余裕ができるかも。あらあら、本当だわ。これならそっと魔物から逃げられそう。うんうん、怖い魔物が出てきても落ち着いて動けば大丈夫だからね。だけどもっと危険な魔物が出てきた時は、葵ちゃん、ポポおじいさん、よろしく。魔物です。魔物ですよ。皆さん目を合わせないように逃げてください。ポポおじいさん、お願いします。ようやっとお披露目じゃな。待ちくたびれたわ。見るがいい。わしの発明で生まれ変わった勇士を名付けて超絶究極破壊兵器、ギガンティックウルトラスーパーアルティメットデストロイヤー君、マークファイナル最終決戦しようじゃ。マイフレンド君、なんかすごいの出てきた。大きな魔物さん人形ね。ポポおじいさん、本当にすごいのを作ってくれたのだ。ああ、これがパワー、マイフレンド君の夢。どうじゃい、わしの最新傑作はかっこよかろう。あんな魔物を見たことないよ。怖い。大丈夫よ、落ち着いて。きっとあれはポポじいさんが作ったハリボテよ。さあみんな、魔物さんはこっちに気がついてないみたいよ。そっとそっと逃げましょうね。さあ、はい。あらあら、よし、怖くないぞ。あらあら、そうね、落ち着いてゆっくりゆっくり。うんうん、順調だね。って、あれ、ポポおじいさんの作った魔物人形っていくつ？一体に決まっとろうが、こんな渾身の傑作そうそう簡単に作れるわけがなかろう。ってことは、これは本物の魔物ってこと？うわー、こっちにも魔物が来た。え、これも人形じゃないの？魔物さんが本物でも大丈夫よ。さあ落ち着いて、見つからないように逃げましょうね。あらあら、あらあら、うん、みんな順調に避難できてるのだ。ダメです、あそこに一人避難が遅れてる子が。早く助けに。あー待て、そういう時こそ冷静沈着というものじゃ。いいかの、こういうこともあろうかとちゃんと準備してあるのじゃ。
このボタンをポチッとするとじゃな。かっこよかったな、この人形。あんたの仲間なのか。魔物役じゃなくて正義の味方だよな。あなたのお友達とっても強いのね。すごいわ。ハリボテなんて言ってごめんなさいね。はい、それは良かったですけど、でもマイフレンド君が変わり果てた姿に。大丈夫大丈夫、見た目が変わっても葵ちゃんの友達なことには変わりないんだから。そうでしょうか。だけど私はこれから彼のことを何と呼べば。超絶究極破壊兵器、ギガンティックウルトラスーパーアルティメットデストロイヤーくん。ちょっと長いのよね。何を言う、マイフレンドくんはマイフレンドくんじゃ、何も変わってなどおらんぞ。だってあんな大きく改造したのはポポおじいさんじゃないですか。よく見てみろ、コア部分にマイフレンド君がいるじゃろ。わしはパワーアップさせるとは言ったが、改造などとは一言も言っておらん。立派にパイロットを務めてくれたんじゃ、存分にねぎらってやってくれ。おかえり、マイフレンド君。これにて一件落着だね。うん、じゃがやはりいざという時は脱出したコアだけで戦うのがロマンというものじゃの。よし、今度こそマイフレンドクを改造して機関砲と自爆装置を。ダメです、ダメったらダメです。あらあら、落ち着いて葵ちゃん。
大丈夫ですか？あ、私眠っちゃってましたですか？うん、気持ちよさそうにね。けど安心して、あなたが寝てる間に魔物はやっつけておいたから。はい、あんなにいた魔物が一匹残らず。敷地内の魔物は一通り片付きましたよ。余計な被害も出なかったみたいですし、チカさんの歌のおかげですね。ですが、私の歌にこの方を巻き込んでしまいました。すみません、あなたまで眠らせてしまって。いえいえいえ、そんなの全然気にしないでください。です、むしろ魔物を退治してくださったこと、パークの支配人として心から感謝します。です、はは。支配人ということは、あなたが騎士さんの話していたクルルさんですか？です、です。あなたたちはヒーローさんのお知り合いだったんですね。ええ、私はチカ、そこの二人はのぞみとつむぎ。あの人からの依頼で魔物対処をしていたのですが、帰り際に悲鳴が聞こえたのでここへ来たんです。チカさんにのぞみさんとつむぎさん、あとここにはいませんけどヒーローさん、皆さんはパークの救世主です。ます何かお礼をしなくちゃですね。というわけで、私の全財産受け取ってください。です、宝石が。あ、それより全財産だなんて、そんなの受け取るわけにはいきませんよ。いえいえ、些細なことはお気になさらず、どうかどうか受け取ってください。です、です。そう言われても。のぞみ、クルルちゃん、気持ちはありがたいんだけど、さすがに遠慮させてもらうね。お礼だとしてもこんなにたくさんはちょっと困るし、だから別のちょっとしたプレゼントとかだと嬉しいんだけど、どうかな。ちょっとしたですと、あ、そうです。ならば私自身でいかがでしょうか。なんなりと調理を。なんでそんな強火のファンみたいなプレゼントばっかりなんですか。ではこういうのはどうでしょう、クルルさん。もし何か特別な楽譜について心当たりがあれば、私に教えてもらえませんか。え、特別な楽譜ですか。はい、私は召喚士。わけあって他の召喚士が残した楽譜を探しています。なので少しでも情報が欲しいんです。もしかするとジオ・テオゴニアにも召喚士が残した楽譜があるかもしれませんから。ですけど、チカさんがあれだけ探し回っているのになかなか見つからないんですよ。さすがにこっちの世界で都合よく見つかったりは。ありますです。え、本当ですか、クルルさん。はい、ひょっとしたらですけど、あれのことかも。パークの倉庫に第一に第一に保管してあるので、すぐに取ってきますです。よかったね、チカ。この世界に来て早々、探し物が見つかるかも。ええ、もしジオ・テオゴニアの召喚士が残した楽譜だとすれば、やはりお菓子の精霊が呼べるようになるのでしょうか。楽譜を見るのが楽しみです。お待たせしましたです。とりあえずこのパークにある楽譜全部持ってきました。それとお着替えもセットで、ぜひ使ってください。です、その衣装、バニースーツですか？おー、本格的！作りもしっかり！
してそんなものまで。だってだって皆さんのせっかくの綺麗なお洋服、魔物退治のせいで汚れちゃってますですし。ですのでスタッフさん用の清掃を持ってきました。ささ遠慮せずにお着替えなさってくださいませませ。気持ちは嬉しいのですが、さすがにこれは。ありがとうクルルちゃん、早速着替えさせてもらうね。クルルさんのせっかくのご好意ですし、みんなで一緒に着てみましょう。二人とも乗り気ですね。うん、だって可愛いし。それにチカさんの大胆で可愛いバニー姿、そんなの見られるチャンスめったにないもんね。なんだかプレッシャーが。わかりました、私も着替えさせてもらいます。召喚士として求めていたものではありませんね。これらはパークのテーマ曲やパレード曲の楽譜、召喚士とは関係のないものです。そうなんですか。パークの曲を聴くとみんな笑顔になってくれるんです。だからてっきりそれが特別な楽譜だとばかり。すみません、申し訳ありません。ごめんなさい。クルルさん、そんなことはありません。サイダーのように刺激的な曲もあれば、キャンディーのように甘く優しい味わいの曲もあって、どの曲もすべてグランドリームパークを訪れたお客さんを幸せにしたいという思いにあふれていますね。はいです。私、お客さんみんなに喜んでほしくて、お客さんが笑顔だと私も幸せなので。この楽譜たちを眺めているだけで心がポカポカしてきます。素晴らしいものを見せてくれてありがとうございます。探してたものじゃないみたいですけど。でもでも、チカさんを笑顔にできて私もすっごく嬉しいです。私も同じく幸せです。今のうちにみんなのバニー姿を目に焼き付けておかないと。そして眺めてるうちにアイデアが。次のステージの衣装はバニーモチーフで行くのもありかも。ステージの衣装ですか。皆さんは演劇か何かをしているんでしょうか。うんうん、私たちはギルドカルミナ、歌って踊って戦うアイドルだよ。
で、わかるかな、アイドルって。アイドル？すみません、あんまりよくわからないです。そっか、この世界のみんなはアイドルに馴染みがなかったみたいだもんね。私たちも魔物退治の合間で宣伝はしてるけど、アイドルっていうのは歌や踊りとかでみんなを笑顔にするお仕事って言えば伝わりますかね。みんなを笑顔に、それってそれってとってもとっても素敵なお仕事ですね。すごいです、尊敬しちゃいますです。いつかパークが元に戻ったら、ぜひぜひぜひ尊敬する皆さんと一緒にパレードしたいですです。そう言ってもらえて嬉しいな。いつでも呼んでね。ジオテオゴニアのみんなにもアイドルのこと知ってほしいから。ありがとうございますです。皆さんとお揃いのバニー姿でパレード、すっごくすっごく楽しみにしてますです。やっぱりバニーなんですか。はいです、きっとお客さんたちみんな笑顔になってくれるはずなので。パレードに参加することはもちろん私も賛成なのですが、いつものステージ衣装ではいけませんか。何を言ってるんですか、チカさん。郷に行っては郷に従えですよ。紬は私たちのバニー姿が見たいだけじゃ。ええ、そうですけど、自分の欲望に素直になって何が悪いんです。そういうわけなので、パレード用のバニースーツを作るのは私に任せてください。紬の衣装楽しみだな。あ、いいこと思いついたかも。どうせならパレードに MC を取り入れるのはどうかな。そして語尾にはピョンをつけるの、せっかくのバニー衣装なんだし。確かにインパクトはバッチリですね。ジオテオゴニアのみんなもきっと喜ぶピョン。ピョン？わあ、なんだか楽しそうですピョン。やっぱりアイドルってすごいですますピョンピョン。でしょ？みんなで最高のパレードにしようね、チカピョン。うう、衣装も語尾も恥ずかしいですけど、どうやら断れそうにないですね。仕方ありません、覚悟を決めます。みんなの笑顔のために頑張りますピョン。通りじゃ、頼む。新型マシーンの実験に付き合ってはくれんか。そう言われても、私ら腕を取ったりつけたりできないんで。ドリルとかロケットパンチとかの実験なら他を当たってもらえません。いやいやいや、今日は違うんじゃ。今回わしが作ったのはマリンスポーツ用のマシーン。その乗り心地についてのレビューが欲しくての、若いお前たちの正直な感想を聞いてみたいんじゃ。なるほど、そういうことでしたか。それなら私たちでも役に立てるかも。ま、パパジーには運を売っておいていいかなって思いますし、付き合いますよ、めんどくさくないことなら。おお、引き受けてくれるか、感謝するぞい。わしは湖で準備しとるから、あと一人を見つけて連れてきてくれ。え、あと一人って。ああ、今回のマシンは三人乗りなんじゃ。人選はお前たちに任せるからな、頼んだぞ。こっちで人を集めろって。急に面倒になってきたな。帰っていい、姉さん。ダメに決まってるでしょ。
一回引き受けたんだからちゃんとやり遂げないと。はいはい。けどこんなことに付き合ってくれる物好きな人はいるかな。あ、あの人は報告に来てくれたんですね。いつもお疲れ様です。どうかゆっくり城でお休みに。いや、ちょうどよかったです。この後暇ならちょっと付き合ってもらえません？ちょっとブルム、一仕事してくれたばかりの人に頼み事なんて迷惑でしょ。え、いいんですか？この ありがとうございます、騎士さん。優しいっていうかちょろいっていうか、なんか姉貴みたい。ブルーム、わかったわかった、ちょろくないちょろくない。じゃ行きましょうか、騎士の人。このスピード感、開放感、爽快感、新感覚じゃろ。はい、こんな楽しい乗り物初めてです。けどちょっとバランスが心配ですね。騎士さんって確か泳げないんでしたよね。落ちないよう気をつけてくださいね。いや、気合だけでなんとかなりゃわけないですよ。ちゃんと捕まっといてください、姉貴に。ちょっとブルム、私も結構恥ずかしいんだからね。水着なんて久しぶりだし。まあ、キースさんが落ちたら面倒くさがらずに助けますよ。一応は大事な客人ですし。礼なんていらないですよ、仕事の一環なの。それにしても遠隔操縦できるボートなんてすごいですね。遊ぶ以外に物を運んだりするのにも使えそうですし、パパおじいさんがこんな発明品を作るのちょっと意外です。いつもはもっと変わったものばかりだから。マッドサイエンティストだもんね、パパじい。そこまでは言ってないけど。そんな褒められると照れるわい。どういたしまして。で、なんでこんな発明を？なーに、単純な話じゃ。かつての超文明について調べとったら、そいつの作り方が分かってのう。それでただ好奇心のままに作ってみただけじゃよ。技術屋として作れるものは作る、改良できる部分は改良する、それだけのことじゃ。技術はすごいですけど、ただのレジャー用のボートでしかないような気が。超文明って一体？そりゃ戦いの道具だけが文明じゃないってことでしょ。当たり前だけど。そうかもしれないけど、ブルマは気にならないの？この世界の遥か昔によくわからない文明があったなんて。別にそんなの考えたって本当のことがわかるわけじゃないし、面倒し。それよりか水が綺麗だなって。まあ確かに、涼しい風と水しぶきを肌で感じながら気持ちいいですね、騎士さん。はしゃいじゃって。そんなに水着デートが楽しいですか、お姉さま？そういうんじゃない、別にデートとかじゃないし。はいはい。で、パパじ、もっと速度を上げられたりとかできません？当然できるに決まっとるじゃろうが。
スピードこそ正義。ブーストボタンポチッとな。姉貴ってば大げさすぎ。まさか、私は妹の鏡ですよ。尊敬する姉さんが怖がってる姿を見て楽しむなんてあるわけないじゃないですか。絶対嘘。面白がってるでしょ。仲がええのお前たち。ん？わし宛ての通信魔法？なるほど。こちらもちょうどいい頃合いじゃな。伝えとくわい。ポポおじいさん、どうかしましたか？お前たち、高校性能の試験はそろそろ終わりじゃ。おかげでいいデータが取れたわい。感謝するぞ。そりゃどうも。じゃあ水着デートはもうお開きですね。姉さん、どんまい。だから別に残念とか思ってないってば。いや、次は安定性の試験じゃ。しばらくボートを湖に浮かべとくから、お前たちは自由にくつろげ。飲み物も用意してあるからな。え？それってこのままキッさんと一緒にですか？うん、さっきちょうどライラエル様から連絡があってな。お前たちに伝言じゃ。騎士に実験を手伝ってもらっているのです。快適な時間を過ごしてもらえるよう、今は私の代わりに騎士を主だと思って使えなさい。じゃっと。つまり騎士さんの面倒を見ろと。はあ、なんでそんなことに。ちょっとブルム、ライラエル様の命なんだから面倒くさがっちゃダメ。そりゃ私だって騎士さんをご主人様と思うだなんて、いきなりそんなこと。はいはい、分かってるって。どうぞ召し上がれ。お口に合ったようで何よりです、ご主人様。うちわのお加減はどうですか？もっと強めに仰いだ方がよければ、遠慮なさらずおっしゃってください。そりゃよかったですね、ご主人様。ご主人様っていうか、子供の世話をしているような気になってきたかも。もうブルム、うつくさ言わないの。それにたまにはこんな日があってもいいでしょ。こうして穏やかでゆっくりとした日があっても。まあ確かに、最近魔物騒動だとかで慌ただしかったし。でしょ。だからこそこうしてのんびりできる時間は大事にしないとね。自分の時間はのんびりとね。私は常にそうありたいけど、喫茶的にはどうです？そうですね、私もそう思います。争いのない平和で幸せな時間がずっと続いてほしいと。ずっとって、姉貴まさかライラエル様からキッさんにご主人様のくら替えする気？なちょっとブルム、何言ってるの。そんなことするわけないでしょ。私のご主人様はずっとライラエル様ですから。キッさんまで何言ってるんですか。キッさんにはコッコロさんっていう立派な従者さんがいるじゃないですか。何人でもって、不潔です、不潔。見損ないましたよ、騎士さん。いや、騎士さんのその表情からして
どう見てもからかわれてるだけですよ、姉さん。え？そうなんですか。バカバカ！キスさんのことなんてもう知りません！ちょっとリンドウ、ご主人様にそんな態度取っちゃダメなんですからね。もうブルム、それっていつも私があなたに言っていることでしょうが。わかりましたわかりました。このボートにいる間はキスさんがご主人様です。風で吹き飛んじゃうくらいまで仰ぎ倒してあげますから。面白い。ありがとうございました、騎士さん。ポポおじいさんもとっても喜んでましたよ。ええ、ぜひ。ふーん、また水着デートがしたいと。大胆ですね、姉さん。違う、そういう意味じゃないから。なら、そういうことにしておくか。ブルムってば、いつもこうなんだから。実際今日は楽しかったかも。姉さんたちが言ってたみたいに、こんな日がずっと続いたらいいのに。現実はそうもいかないけれど。